食べ応え抜群の黒毛和牛のチーズバーガー。人気店の看板メニュー、まずは静岡市葵区七軒町にあるセーフハウス。アメリカンな雰囲気が漂う店内で、おしゃれな空間に浸りながら食事ができます。2019年の7月にオープンしました。で、料理としてはハンバーガーをメインとしたアメリカの郷土料理っていうのを温かくちょっと作っております。そんなお店の看板メニューはこちらのボリューム満点なチーズバーガー。おそらく他のお店ではやられてない黒毛和牛をメインに使っております。で、ちょっとね、そこに食感を出すために牛タンのミンチを混ぜ込んでいます。美味しいお肉を使って作ってますので、つなぎは一切使っておりません。黒毛和牛と牛タンを8対2の割合で混ぜることで、しっかりとした食感になり、食べ応え抜群のパティに。チーズバーガーの特徴としまして、チェダーチーズをメインに使っております。蒸し焼きで熱を逃がさないようにして、肉汁をパティの中に閉じ込めるのがポイント。トロトロにとろける濃厚なチェダーチーズと相まって、ハマること間違いなしの美味しさです。そしてチーズバーガーのパティと同じ割合のひき肉で作ったハンバーグも大人気。もともとは土曜日限定のメニューでしたが、お客さんからの声を受けて平日も提供するようになりました。切った瞬間にあふれる肉汁が食欲をそそります。ソースの方ですが、玉ねぎ醤油で黒胡椒を作った玉ねぎペッパーで、デミグラスソース、ガーリックで、あとわさび醤油の5種類を今ご用意しています。その中でも一番人気なのが玉ねぎ醤油。玉ねぎの甘さを濃縮した味わいで、ハンバーグの美味しさを引き立てます。肉料理以外のメニューも充実。こちらはお店の名前がついたシェフ一押しのカレーライス。僕の師匠がフレンチをやっていて、そこで教わったカレーを使ってます。で、そこからまた少しレシピを改変して、僕のカレーはグルテンフリー、小麦粉を一切使ってないグルテンフリーという形になります。口当たりがものすごく甘いんですけど、後からピリッと辛さが来るっていう、ちょっと特徴的なカレーになってますので、ぜひぜひご賞味ください。で、ハンバーガーとは全てハンバーガーメニューは、ね、全部テイクアウトできるようになっておりますので、ぜひぜひ。黒毛和牛を贅沢に使った食べ応え抜群のアメリカンな肉料理が楽しめるセーフハウスです。